やった。米できる。じゅ、やった。米。着替えは下着、下着2回分と、あとジャージは半袖のやつを1着入れてきてます。あとヤグ、あの薄っぺらなズボン的なやつと、あと厚手の T シャツ。あ、1ヶ月半ぶりです。クラブ、乗馬クラブか。風強いです。ハムスか。4月、ああ、そうか、そうですね、多分そうですね。よく考えたらシーズンになったら登山客とぶつかるから、今がまだあのシーズン前のそんなに混んでない時期なのかもしれない。あ、そうなんで前テント落としましたね。放送も自転車乗るのも1ヶ月半ぶりです。さっきの人たちは逆方向かな、こっち来ない。薬か、歯柱ですね。そう、自転車にも、いや忙しいっていうほどでも忙しい時期もあったことはあったけど、うん、鼻毛は行ってないです。イスリカは吸わないやつですよね。あと血を吸うのはどっちだっけ、メスの方だけだっけ、普通の蚊でも。桜はそうですね、多分今日走ってきたところだと大体もうないです。桜は、ユスリカは家に入ってくる害虫、害虫、害虫というか実害があるわけじゃなくて、まあ、人によるかな、実害かどうかっていう判断は。全然放送してなかったから心配してませんでした。心配ありがとうございます。会社の花見はやったのかな、誰がやったんだろうな、きっと。やった。会社では一人ぼっちですか。会社では、いや、そうでもないかな。別に孤立してるってことでもないんですけど、しょっちゅう飲みに行くような人がいるわけじゃないですね。うん、パチパイ、交通量調査だ、カウントされた。譲ってくれましたね。新入社員、ああいや特に今回入ってきておりません。どっち、これこっちでいいんだよな。担当されました。窓際に、ああそれほどでもないかな。物理的には窓際じゃないです。人事異動、いやいつあるかわからないです。やってることはずっと変わってないけど、波多野さんはさすがに遠いと思います。自走してくるったって限度がありますよね。またなんか動物の匂いがする。風はちょっと冷たくなってきましたね。こんだけ吹かれ続けてると。これは何の匂い？さっきの馬ともちょっと違う感じがするけど。カモなら趣味でカウントします。カモ。いや、うんこの匂いとも違うな。あ、あそこになんかあるな。なんだろうあれ。プログラマーですか？プログラマー、コンピューターは使ってるけど。無慈悲に。花野さんに限度なんてあるのでしょうか。
ました。おー、俺は群馬県のお茶師だよ。さっきの人たちだ。ロボさんは部長ぐらいかな。システムズエンジニア。部長か。プロイラーを使ってシステムズエンジニアか。プロイラー裏がり集団か。裏がり集団、なるほど。足は入ってきたのかもしれないですね。風よけ、風よけ、待て、風よけ、風よけ、待て、待てって言ってるだろう。プロトン、待ちやがれ。待てって言ってるのに。32C とかそういうレベルの話じゃない。無慈悲な風よけ。ロボさん W 風よけが、風よけが流されたら意味ないよ。待ちやがれ、凍え、リム風よけ、花子さんなら抜かれなかった。今日は Z さんも日本海側にいるね。Z さんとアーツさんとホラフキーさんと、なんかあの辺りの人たちが一緒に走ってるんでしたっけ。フレッシュってやつで。あ、今の声はキジだ。お久しぶりです。今キジっぽい声がした。まあどこでもいるんですけどね。風でフロントフォークのキャリダー集団的な集団だったな。さて、いや、私のさっきの声のかけ方もいまいちだったかも。なんでなんで、あれ春菜さんなんですかね。あの形してたっけ春菜さんって。あっちかな、違うかな。あのなんかえらいギザギザしたやつはなんですかね。生地はうまいのかな。止まってますよね。あれ妙義さんだよ。あ、妙義さん、あ、なんか妙義さんっていう文字列とトゲトゲがなぜか頭の中でマッチする。与太さん、いやみんな、なんか敵視してますか皆さん、さっきの集団の人たちを。そういえばこの風はどこまでいったら収まるかな。一日これはちょっと辛いな。うん。おお。お、すげえ、してらっしゃいません。うん。ああ、彼女がですね。え、彼女ってこれのこと？これのこと？挨拶しないなんて。なんかあれだな。忍者スレイヤー的に言うと、チェインボルト先輩みたいだな。そう、忍者スレイヤーっていう。例のあのツイッター小説みたいなやつで、あの先輩風を吹かす忍者がいて、トス先輩で、そうチェインボルトっていう忍者は、あの頭の上にホログラフで先輩って文字列を映写するんですよ。先輩って文字列を頭の上に物理的に出して威圧するんですよ、相手を。変わってきたな。それ何の漫画ですか。漫画、小説、小説というか、まあ小説かな。なぜ。土手の向かい風はきつい。そうですね、遮るものがないところはなかなか。おう、こんにちは。こんにちは。おー、いいですね、こういう色。菜の花と、あれ紫のやつは何なんですかね。どう？お？
おお、風が。ツイッターで流し続けてたのを物理的な小説にして、小説じゃない書籍にして売ってあります。羽毛布？風強いです今日は。そうですね。あ、そう、キロキロさんこっちだな。ここは鉄道跡じゃなくて、単に川沿いだからじゃないですかね。多分そう。あ、やった、忍者スレイヤー。とりあえず表面上の面白さ以外のところも少し分かった。でもやっぱりあのタコス食いてとかには笑ってしまいますね。タコス食いて、これからなんかお寿司屋さんに入るときにどうしてもそういうセリフを言いそうになってしまう。逆に、そうですね、今日はテント持ってきてないです。ゴールデンウィーク後半では持ってこようかなと思ってるんですけどね。ん？風、あ、ある程度これ風よけはついてるんですけどね、この風だとちょっとさすがに厳しいです。あ、延長。町会議、また町会議の話だ。まあニコニコだから当然ですよね。町会議のことは私は何も知らないんです。あと私はニコニコ町会議っていうのと、あのニコニコ生放送における芸能界みたいなイメージが一緒に頭の中で一緒になってるんで、まあ関わりたくないかなと思ってるかな。そもそもニコニコ町会議が何やるとか知らない。でも多分ニコニコ的な有名人の人がどうこうとかいう話じゃないんですかね。サバゲー、サバ会議嫌いなんじゃなくて知らないんですよ。あと有名なものでしょ、ほんと知らないです。キャリーパミュパミュって人は生主じゃないんでしたっけ。上の犬ってでもやっぱ生放送の有名な人がメインになるのかな。町内会議参加してないというか、そういうのはうちはないんじゃないかな。友達がいれば行ってもいいかな。友達がいればニコ生芸能人は変な人が多いよ、関わらない方。ニコ生はなんか YouTube とかでニコ生、たまにニコ生の動画引っかかるとろくな動画ないですからね。それもあって私はなんか関わりたくないと思ってるところありますね。あ、ウプ主なのか、動画の方なんですね、知らんかった。もちろんそんな人ばかりじゃないと思うんですけど、目立ってますよね。あ、生放送お客さん？ん？仕事の。あ、この生したい。いや、ただ、いや、私、町会議否定派じゃないですから、単にあの関心がないだけであって。ん？映画？だって僕は一般だもん。町会議は自転車好きを増やすこととない機会ですよ。町会議、ああ、そういう観点はあるな。いいよ、否定派で俺もだ。素人を抱いての新社が集まってる。なんか否定派というか、あのグループ否定派っていうのかな。町会議は儲からないんだよ。ああ、いかんな、なんかあんまりまたドロドロしたところ言い始めると嫌だな。言ってメリットもないし。あ、逮捕はなんか文字列だけ見た、ツイッターで。何の話か知らないですけど、ニコ生で逮捕っていう話だけは。ニコ生だっけ。自衛隊ブースがある。じゃあ戦車とかもやってんのかな。そうそう、旅とは全然関係ない話ですけどね。ひとまる式あんのか。まあ町会議の話題が出るのは仕方がないですね。電車来てますよ、勝手にやらせとけばいいよ。忍者スレイヤー結構高いな。
忍者スレイヤー1700円でしたかね、1巻あたり。自転車は結構さっきすれ違ったんですけどね。行ってらっしゃい。自転車の洗車を洗車したい。抹茶でもしようぜ。それ以上いけない。ロボさんの放送と一緒に上海に関係の生放送を見てます。じゃあ関係の放送っていうのがあるのか。ミラーしてるような感じなんですかね、町会議を。いや、そもそも町会議は生放送でやってるってことなんですよね、きっと。生放送プラス、あ、いかん。またなんかそっちの方の話題に入ると怒られるかな。寒くないですか？寒さは日が照ってないと寒いだろうけど、今ちょうどいいぐらいです。ニコニコ自転車部、ニコ生自転車部とニコニコ自転車部がありますね。ロボさんはタンクタイプのロボになるのが夢なんだよ。タンクモンスターエナジーには高麗人参が入ってるよ。人回数がすごいな。ロボさん、いや、速度こんなもんですから、こんなもん。今日はイーハで上海にしますか？イーハで、イーハで、なんだろう、イーハ。あ、ユースホステルか。我ながらよく分かったな、今の。ユースホステルで。今日のユースは、2日前に電話して、取れたから、人でいっぱいってことはないと思うんですけどね。あと、谷川岳ラズベリーユースホステルのホームページを見ると、ペアレントさんというか、マネージャーさんって書いてあったけど、マネージャーさんの、ユースホステル始めた経緯のとこにサイクル野郎が書いてあった。あと読書コーナーにサイクル野郎が置いてあるらしい。多分復刻版じゃない方が置いてある。お一人様、スポーツタイプ、まあここ走るんだったらそうですよね。ん？ティアナナ？電車、高崎駅から出てきました。自宅から高崎駅までは2000円弱。1800円ぐらいだったかな。スイカの残高が1700円ぐらいで足りなかったんですよ。あのタイツはあれじゃないのかな。YouTube はですね、アップロードするときのファイルサイズは20ギガまでです。で、最近は忙しいからじゃなくて、走るところ思いつかなかったのと、あとは、まあ隠してもあれなんですけど、実家の祖母がもう危ないんで、ちょっと帰省してたとかありますね。だから、いつ、旅行中断して実家に帰るかも分かんないんですけどね、状況的には。高崎ってど田舎ですね。高崎、今ここは 何町だったっけ。祖母もう90いくつだったっけ。100近いですね。すごく長生きされてるんですね。そう、長生きしててももう40歳超えておばあちゃんご存命なのがすごい、うん、そうそう。基本的に病気しない人だったからな。だろうねと。まあ全然どうなるか分かんないですからね。石垣島は基本平坦だったと思いますよ。ところどころ出っ張ってるのがあるだけで。全滅で。観音様は確か遠目で見ましたね、前。ぼんやり、それもいいですよね。と思って出ようと思った日もありました。私も40歳超えてますけど。でもまあ昼過ぎに起きたらもう走る気にならないですね。ありがとう。ロボさん、石垣。石垣島のことですよね、さっきの話は。私も石垣島ちょっとしか走ったことないです。パンナ岳っていう小さい山があって。エリザベス配信してください。エリザベス配信ってなんだっけ。
なんだろう、エリザベス。エリザベス。うん？あれかな、もしかしたらあの前あの大桟橋のところにで世界旅行に出る船の感想会みたいなイベントやってたあれのことかな。あれはアスカって名前だったかな。尖閣諸島電波なさそうだな。うん？金魂？な、言った。ああ、どこから電車ですか。電車に乗ったのは横浜線中山駅からですが、やった。ここの自転車道のこの表示は文字小さいですね。近くだったら読みやすいけど。いや、関越の下、水上は足漕ぎボートはありますよね。関越の下です。下ですっていうか、だいたい並行しながら今日は住みなかみまで行くんですよね。あ、緑区。私もなんかペンションっぽいですよね、あそこの写真見ると。あとなんかサイクル野郎推しみたいなので、なんか話ができるかなと思ってます。うわ、ちょっと待った。うん。どうしたの？今ちょっと土煙が上がって向かってきたんで。ふう。気候もう本当に垂れ流しの。あの 全時間の動画だけですからね、今アップしてるのは。昔のやつはレポート形式で写真と一緒にホームページ載せてるんですけどね。むしろブラックロボさんサイトの裏話を出版してほしい。ブラックなんだっけ、本屋さんかなんかで見たことがある。ニコ生ナックルズだったかな、なんとかナックルズっていう、そのあのブラック系の、ブラック系のゴシップ誌みたいなのがあるんですよね、多分。中身知らないんだけど。あれのニコ生みたいな書籍があるのは、なんかで見て、うわーと思いました。やっぱ人間そういうのが好きなんだなと思いました。ホームページですよね、後に残す意味だと。谷川岳って中水帯を狙撃して回収した場所ですか？ん？中水？あ、なんかそういう死亡事故があったってことかな、遭難事故が。やっぱり人間そういうのが好きなのか。ホームベースの方が読みやすいのは確かなんだな。ホームベースでしょうね。若くないから、え、今のどれにかかってるんだ、若くないのは。これは超自転車会議ですか。超自転車、複数人数で走ってたらそう言えますね。その辺りは私は一人会議。富士の花見ないですね。途中どっかの店のあの屋根の上から富士が垂れ下がってたけど。ん、ね、何を食おう。あ、そうだ、昼飯はもうそろそろだな。いや、長男とか別にあのそんなに毛嫌いしなくてもいいですよ。毛嫌いしなくても適当に、あの適当に対応しますので。うん、いや、弁当結局買わなかったです。どっか店でゆっくり行こうかなと思って。何がありますかね、こっちは。うん、ペヤング。そうそう、まあ途中から新規でやってくる人はそのまでの経緯知らないからどうしてもそうなっちゃうんですよね。電波少年式でやろう。電波少年式ってのはどうなんだろう。いや、
自転車は、そう、ずっと欲しい。お、うん、そのあたり難しいとこですね。自分が他の人と同じこと言ってるワンパターン人間だって理解して、群馬って何が美味しいの？それまでそこまでのなんか流れとかそういう話題が何回出てきたのかって知らずに来た人はいきなり叩かれるとびっくりしますからね。そう、今のどれ？おお、うどんですか、こっちは。うどん朝食っちゃったな。今朝はごぼ天うどん食ってきました。みんな人いらっしゃいませ。ネギ。はあ。あとたまになんか日がかげりますね。いや、今日は店で食おうかと思ってます。自炊装備あるんだけど。お、虫が虫が。ここなんかいいんじゃない？うん、自炊するんだったらああいうとこいいですね。いや、でも今日のこの風は多分無理。壁がないと無理。多摩川はなんか増えすぎて、自転車とかが増えすぎて問題になって、でなんか手ひどい段差を設けて、それがまた自転車乗りに反発を招いたりして、なんかごたごたしてますよね。日氷か何パか。あの人さっき追い抜いてた人じゃないか、違ったっけ。普段は完全外食です。お、そうそう、マウンテンバイクだったら大したことないですよね。おう、そう、マイ外食。あ、また交通量調査だ。さあ、カウントするがいい。カウントしたかな、したかな。カチで聞こえなかったか。この自転車になってはしてないか。パンクしてないですね、いっぺんも。ただ今日みたいな風のある人だったら厳しそうですね。ああいうバイト、外のバイトは。すき家の何、焼きそば牛丼が最近あったあれですかね。しんちゃんの絵が書いてあった。動物いいですよね。さっき馬でコメント数が増えたし、別にコメント数増やそうっていうのはもういいんですけどね。ここまでコメントいただけてれば十分でございます。てか増えると対応できない。で、対応できないと怒る人が増え始める。霞橋そう、今FMLE の接続が今できなくなっちゃってるからです。あとでもう一遍試してみるかな。いや、配信しないの時も整ってなかったです。一応休みの日に昼飯食いに外に出るぐらいは使ったかな。環境ですか。そうですね。でも FMLE はこれはFMLE から接続できないので、配信ツールの方とは関係ないんですよね。これ渡るか。この先で利根川の支流が2つ分かれているので、左側に向かうと何だっけ、三国街道で、右に向かう今日のルートが、あ、取ってます。ルートが奥利根湯煙街道、奥利根湯煙街道ってとこに行きます。あ、エクスプリットってのもあるか。なんかいましたね、今茨城、あ、そうですかね。トラス橋、トラス橋、吹かし方に
隠し方に県民性があるのか。あちらの鉄橋なんか鉄道の橋にしてはなんかダブルであるな、あそこ。てかここ橋が4本かかってないですか、地図で見ると。あ、吾妻川、左のはそう、途中温泉地が何箇所かあるみたいです。あれ、鉄道の鉄橋が2つかかってんのか。あ、GoPro で軌道は小7。さて川沿いに行けるかな、利根川。ああ、そうか、下の方だと利根川も玉がみたいにあのテレーと流れてますかね、テレーと。ん？ JR と私鉄？あれ、今の話は何だっけ。よし、こっち渡ればよかったですね。歩道専用のあの古い橋。女湯っていうのは何の話？どっか女湯ありました途中に。テレ、そうですね。テレじゃないですね。あ、これ増水すると通行止めになるのか。で、そっちに鉄橋が、うん、やっぱり鉄道の鉄橋が2つある。これは、地図で見るか。グラクタ、グラグザ。今日何落とす。不吉なこと言わないでください。あ、これどっちも同じ線路ですね。なんだっけ、上越線だったっけ。そうそう、20度は多分ないと思います。風があるせいかもしれないけど。これあれですね、多分上り下りの、いや、ん？あ、この鉄道ってまさか単線なのか。上越線で単線で、この橋のとこだけ二重になってるのか。ああ、そうそう、明日見ようと思ってるあの土合駅なんかも上り下りホームが別のとこにあるんですよね。で、確か下りホームの方があの階段で10分かかるっていうすごい階段があるところ。これ単線がダブルになってるだけなんですね多分。さて、どうしようかな。予定ルートとは違うけど、こっちが行くかな。ん？トンネル内に、あ、そうそう。あ、トンネル、うん、そうか、そうですね。視聴率。おー、綺麗。山の景色すごいですね、この辺りは。景色いいなぁ。幽霊はいるのかもしれないけど、私は近くできないんですよ、幽霊のことを。だから幽霊が閉じてくれてもうあの気づかないです、私は。よっと。私は幽霊はいる可能性はかなり低いなとは思うんですけど、低いだろうなとは思うんですけど、どうだろう。ああ、寒いんですかね、あそこ。どっちしろ私、土合駅の階段使うにしても下ることだけは絶対にしないです。私、階段下りが超苦手なんで、やるとしたら下り列車に乗ってきて下りホームで降りて、で10分階段登った後で上りホームに、道を渡って上りホームの方に行って、そっち階段ないはずなんで、で、上りで関東方面に戻る。だから明日の朝ですね、あの階段体験するためだけに、なんだっけ、指磯駅っていう手前側の駅、8時半ぐらいのがあるんで、それで行って、下りで乗って行って、30分の余裕を持って反対側の上りが来るんで、で9時過ぎに戻ってくるっていうのを考えてます。
でもそれ配信もできないだろうし、純粋にもう電車乗ってくるだけなんですよね。電車でいいんだっけ、あそこは。でそもそもあの土合駅に興味があったからこっち来たっていうのがあるんですよ。土合駅とかあの辺りの、あ、来たことないなと。え、市議って何かあった今。何食べよう。赤。はあ、んこれは鳥よけかなんかかな。玄関のところにあの緑色のネットがかかってました。ドアイ駅はなかなかいいよ。そう、ドアイ駅見てみたいんですよ。あれ、犬いたかな今。ここもなんかネットがかかってる。何なんですかねこれ。ここえ、トンネル電波ある。あ、犬だ。ドアイって地下にあるやつか。そうそう、地下にあって階段が。この蔵の前のこのネットは何なんですかね。どうぞ。さっきも玄関のとこにあのネットがかかってたんですよ。ドバイ駅、ツバメよ。何だろう。あ、ツバメ。でも上の方に作るんじゃないですかね、ツバメは。でもちょっと納得した。やや納得しました。ドアイから谷川ロープウェイもすぐだけど動けないのかな。あ、ロープウェイ、そうですね。いかやく鳥が入らないようにでしょうね。図工クラブ。暗破り防止ネット。暗破り。リスナーは疑っていく。中身牛音トラのトラが封印されているんだよ。ちょっとあのほとんど読んだことないな。サンデーでしたよね。でまだやってるんだっけ。こっち行かなきゃダメか。田舎でも土蔵あるところって少なくなりましたね。土蔵、うん、ああ。でも結構走ってると見る気がしますね。学習塾でしょうか。こんなところ走ってると。スポークラブ、ああ、どうだろう。藤が咲いてたね。え、今藤咲きました。見てなかった。あそこにも咲いてる。蔵の当たって暗そう。どういう意味だろう。あ、やっと取れた。今ちょっと歯の奥に、歯の奥に朝のごぼうが挟まり続けてたんで、だからずっとあの舌を駆使して。歯の奥の方をまさぐってました。やっと取れたよ。下技、やっと取れた、すっきりした。で、半数の話はやめてください。半数、すみません。半数とは微妙に違いますね。じゃあここは先なんか適当な店見つけたら一旦放送中断して昼飯食ってきます。上越線は開通前、開通した後だとどうなんだろう。食事はみんなで食べたい。みんなで焼きそばを食べる。あそこにまんじゅう、あ、焼きまんじゅう、焼きまんじゅうある。しかもこの店構えかなり味があると見た。店内もどうだろう。久々の放送でコメントに疲れちゃいましたか。コメントに、いや、いつもなんか昼ご飯はちょっと焼きまんじゅうのとこ見てみます。だからこういうとこだったらお客さんはそんなに他に入ってることは少ないだろうから、なんか見てみるかな。あとうどんもやってるみたいなんですけどね。焼きまんじゅうはふわふわしたまんじゅうの皮に味噌、甘い味噌みたいなのつけてちょっと焼いたやつっていう、そういう感じかな。感じ。一般的に言うまんじゅうとはちょっと違うんですよ。
見た目はなんかどっしりしてるんですけど、ふわふわです。中はスカスカです。すべすべまんじゅうガニですね。食べたことがあるんですね。そう、食べたこといっぺんあります。富岡製紙工場の近くで前食べました。あんこが入ってるのもありますよ。そう、あんこ入ってるのもあるらしいですね。孤独のグルメにはそれも出てきてた。まんじゅうの下には小判が、酒まんじゅうのあんこが入ってるな。塗って焼いてくしに刺したもの。塗って焼いてくし、またつま先当たった。だから 700C 嫌いなんだ。昼ごはんメニューもあるのかな、普通の。どっか置けないかな。東京で食べたい人は銀座の群馬ちゃんへ。流行りのお店か。まんじゅう怖い。餅はないですか。裏がすごいですね。もう餅ですか。売れ残りのまんじゅうを焼いただけ。売れ残りの、でもまんじゅうって、焼きまんじゅうってあれですよね。あんこ入ってないやつもあるから、そのままではちょっと厳しいですよね。チャーちゃんまんじゅう。はい。チャーちゃんまんじゅう。奥多摩じゃない。なんだっけ。奥多摩でいいのか。奥多摩、ここ違う。どこだっけ、チャーちゃんまんじゅう。奥多摩湖のさらに奥だっけ。じゃあ電話番号何々って書いてある。じゃあどうしようかな、一旦止めて入るかな。こういう時に結構迷う。奥多摩の小菅村ですね。小菅村でしたよね、あの辺りでしたよね。じゃあまず読み上げを一旦切って、ちょっとコメントは流れなくなります。私も聞こえなくなります。で、はたやでしょうね、多分。まずはじゃあ映像も止めて入ってみるかな。で、 OK そうだったら再開、ダメだったらダメでしたっていう運営コメント、配信者コメントを書いて、そこで一旦放送切ります。ただ昼ごはんメニューもなかったら、まんじゅうだけ買って出てくるかな。じゃあちょっと一旦映像止めますね。音と映像止めます。音もなんかその店の人と交渉してるのが聞こえて、なんだこの店はとかまたみんなが言うの嫌だから。あ、そうだ、延長ができてない。ここは多分まんじゅうですかね。なんかうどんって書いてあるのもあるんで、ちょい待ち、延長だけしてから行こう。あ、3分前じゃなくてダメだっけ。あれ、延長できてました。残り時間3分って出てるんで、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、あと20秒待ってから。あそこ見えますかね、電話番号が何々って書いてあるのが見えるかな。字が小さすぎるかな。よし、3分切った。あれ、出ないな。ちょっとじゃあ、とにかく音と映像止めて入ってきます。あ、出た、残り時間更新された。じゃあまたコメント、まず配信者コメントしますんで、では、すごい、あ、確かに食べな。これ持って帰ったりできるんですかね。まあ、すぐ外で食べようと思ってるんですけど。外で食べろ。持って出られますかね。出られるよ。あ、じゃあ、あん入りとあんなし1個ずつ。あんこ1本と、あんこのないの1本。はい。はい、1本ずつね。あんこ1本と普通の1本ね。持っていくよ。
さ。どうだっけ？一個ぐらい。ね。ありがとう。一個だ。これ持ってこんかい。一個持ったんかい。お前ってどこ持ったよ。あ、これも出してるから混ざる。あ、すいません。はいはい、いいんですか。180円ね。はい、持ってきてくれたら悪いね。あ、とんでもない。今日失礼しました。すいませんね。ごめんなさい。500、500。何？500。うん、あとの。ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん、500の、うん、どこ持ってるの。じゃあこれお釣りやっときます。はい。はい、600円ね。ですよね。ではまたちょっとしばらく飛びます。さんが2つね。すいません。お疲れ様でした。あ、どうも。はいはい、すいませんでしたね。今日はとんでもない。ありがとうございました。すいません。自転車で走りながら、ずっとあの映像撮りながらやりですよ。ああ、大変だね。一本一本ね。はい。
こうやってあの自転車乗ったまんま、ええ、いや、あの、ただ趣味でやってるだけです。いや、今外走ってた時は生放送もしてたんですよ。あの、今これインターネットで見せながら走ってたんです、ね、店に入る時はね、このお客さんとかもあるんで、あの、止めてから入るんですけどね。もう一点だけ、あの、どこだったか、富岡製糸工場とか行った時に焼きまんじゅう食べてすごく美味しかったんで、なんか世界遺産になるとかなったとか言ってますね。でもまあ趣味で面白いんで、じゃあいただきます。中で食べてもよかったかな。あれ、今もしかして止め損ねたかな。あ、しまった、止め損ねた、忘れてた、さっき一旦つけて止めるの忘れてたんだ。まあ黙っていくの前だな、一言言っとこうかな。ちょっと待ってください、すいません、さっき映っちゃってたんで、一応なんだろう、これこれこういうものですっていうのを置いていっとくか。ちょっと名刺渡してきますね。今ちょっと映っちゃったんでっていうの言って。音声確認、今日は風強いね。お、風が強いんですよ。ちょっとお待ちを。風もいい、いや私はちょっと気持ち悪いんで。別にですよって言われました。まあ多分そういう感じだろうなと思ったけど、一応一言言っとかないと気持ち悪かったんで。でも名刺見せてもわけわかんないですよね。なんて言ってたの？聞こえなかったわ。さっき話してるのは聞こえてなかったですかね。あの直接顔向かいで喋ってた時の。まあ一応後付けですけど大丈夫ですと言われました。さてどこで食うかな。公園みたいなのがあったらいいけどな。まずは冷えないように、てかすぐ食わないとやばいな。あと昼ご飯が入らなくなるな、これだと。今声も言ってないですかね。あ、いきなりコメント来た。鏡。
飯じゃないんですけど、おやつなんですけど、あ、マイク、え、マイク、どうだろう、そう、コメント聞いてもらおうかと思ったんですけど、そこまでやるのもなんか押し付けがましいなと思って、とりあえずわけわからなくてもとりあえず謝らせてもらおうと思って。あれ音量小さい、マイクの音量どれだっけ、これか、あ大きい、あこんなもんですかね。まず、あの GoPro の方に入ってたんですけど、そこは編集であとは何とかします。もうめちゃくちゃアットホームですごく好きなとこでしたよ、ここは。マイク、あれマイク反応するのやめようぜ、マイク繋がってない、イベントなのかよく知らない、音量は、あ、待てよ、温かいうちに食べようよ、いや、言ってるな、今音大丈夫ですかね、あ、そう、温かいうちに早く食わないと、音、OK、音 OK、 皆さんもこっちから言ってるように聞こえるんですけど、あ、もうちょいアップ、今だ、あ、近くの公園で教会に、ダメですかね、あ、言ってるように見えるけどな、あ、そう、天気です。OK ですかね。よし、じゃあ行こう。公園がですね、なんか向こうに歌舞伎のなんとかって書いてあるのが、どこなんだろう。大丈夫ですかね。せ、こっち行ったらでも、マップで見ると向こう全然関係ない道ですよね。とりあえず道沿いにどっか食えるところを探そう。あれ、やった。あっちの脇道良さそうだな。初見です。あ、皆さんいらっしゃいませ。そう、さっきあの一瞬マイクと映像をオンにしたまんま店の人と真正面で喋ってしまって、一切その店の方には迷惑かけまいとしたのに。あ、こっちはどうだろう。いらっしゃいませ。できれば風よけができるとこがいいですね。でもあんまりゆっくりしてるとまんじゅうが冷えてしまう。今日は温泉宿に泊まるのかな。温泉宿、まあ、ユースホステルなんですけどね。あ、これは冷えた焼きまんじゅうはまずいかな。ダメか、ダメっぽいな。そう、冷えた焼きまんじゅうはユースホステルです。こっち行けるか。無理かな。川沿いはちょっとあの風を受けられそうなところがないかなと思って。トマトと芋か。あれ、いや、行ける、やった。あれ、さびれた水上温泉街に泊まるのも一向。水上温泉がさびれてるんですか。まんじゅうかに。これいけるだろう。ないな。出られました。饅頭が冷える。店内お客さん一人だったからこっち向けて食べてもよかったかな、店の中で。そしたらいろいろと喋ることもできたのに。なんか半端にやってしまったな。温泉街、そうですか。私温泉ってなんか未来永劫あの安泰のもんだと思ってました。どんなに山の中でも温泉があると栄えるもんだと思ってたんですけど。ん、何道路、
またずれてる。パンク修理、うわ。さっきのもう一人の女性のお客さんもあのまんじゅう持ち帰りでしたよ。あー、どっかないか、どっかないか。うん、昭和時代。あ、そうなんですか。でも遊園地は確かに寂れてるイメージがあるけど、温泉地はどこでも大丈夫って気がしてました。こんな山の中でこんなに車来てるのかって思うことがよくあるんで、店で満足。あー、ですかね。隣町に客取られたりする。カズマ、あー、奥多摩のとこですね。カズマのとこ結構人いたように思ったけどな。行ったのは 5,6 年前ですが。そう、天気いいけど風が強いんですよ今日。あ、やばい、本当に本当になんか風よけながらまんじゅう食えるような場所がない。どっか駅でもあれば、無人駅でもあれば。多分次の駅もうそろそろじゃないかな。ん、あ、温泉冷える。焼きまんじゅうは焼いてある状態が命なのに。ロボさんのサドルのメーカー教えて。サドルのメーカーはスペシャライズドのボディジオメトリスポーツです。緑オレンジ色のやつだ。東海道線に行ってますよね。同じカラーリングなのかな、あれば。で、上越線って本数少ないですよね、特急除けば。今のは確か鈍行だろうから。焼き直す、その手もあるか。網がないな、網が。何の近くで。いちご園多いですね。じゃあいちご買ったのは一応ご当地的なものを抑えてることになるわけだ。わ、悪いですか。よいしょ、アイス。スペシャル、私はボディジメトリサドルは結構当てたんで。お、なるほど、これは蒸気機関車風にしてるわけですね。あ、もう一台ある。赤いやつが。いちご狩り行き。今日スタートは高崎駅です。あれ、シャボン玉発生機だ。自動シャボン玉発生機が店の前に置いてある。臨時、あ、ってことはほとんど走ってないのか。本当に1時間に1本ぐらいだったらさっきの珍しいもの見れたんですね。ここも15円だ。あとパンダの生首が置いてあるのは何だあれ。何て書いてあった。あ、瓦がイチゴだ。あ、よく考えたら今イチゴとまんじゅうが上下に重なっているバッグの中で。あ、いい匂いがする。やっぱりイチゴの匂い凶悪すぎる。イチゴ持ち込み禁止ですよね。冷やしカレーもあるよ。冷やしカレー、あ、なんかそういうのあるんでしたっけ。油的にどうなのかな、冷やしカレーっていうの。消防車。うわ、ほんとイチゴのいい匂いがしてる、このあたり。あれ、駅どこだ、駅は。まだなかったっけ。下痢って。お、ご無沙汰してます。食いにくい環境になってますね。半端に家があるよ、この辺り。半端に。うわー、またここは道路だ。ちょっと待った、もう地図確認。電子でチンしよう。別にどこで食べても良いんだよ。食べた、まあそうですね。この風をなんとかしたくて。セブンのイチゴで飲んでます。ここで食べよう。うわー、次の駅まで遠いな。次の駅まで3キロあるな。やっぱどっか
適当なとこ探さなきゃダメですね。食べようか、わら。だって店の中で食べようかと思ったけど、なんか遠慮してしまって。とりあえずこの道は越えよう。いいよ。店、あ、そうか、昼ご飯の場所もあるんだった、そういえば。中に入れるような段ボールがあれば、あれば。コンビニとかで、あの、自動的じゃないや、セルフでレンジ使うところとかだと、弁当海水でいいっていうのはできるかな。公園がないんですよね。公園が見当たらない。かき揚げさんからいらっしゃいませ。3キロだと私はどんだけかかるんだ。急いでも10分かかりますね。ビーフハウスの中いいな。急いで10分かな、まあ、とにかく走ろう。ただこんだけ今登るのに息が切れてる。うわ、何これ。うわ、こっちに来る、こっちに来る。うわ、いて、捕まった。どうすんだこれ。これどっか、どうしようもないよ、ここよいしょ。ちょっとダンボール来ましたね、向こうから。ファンシーギフトセットクイーンズ。クイーンズさん、落としてちゃダメですよ。どっちが近いか。よっと、荷物落として、しかも中身が今展開されて私にぶつかりました。ダメですよ、クイーンズさん、落としちゃ。よっと、どっか分かるところに引っ掛けといてやるか。そういっても多分飛んでいくよな、これ。中身っていうか、段ボールの中にさらにこの樹脂袋が入ってて、これでいいんじゃないかな。ふぅ、段ボール、これでいいだろう。これで義務果たしただろう、十分に。いや、中身は多分空で、あ、なんか書いてある。上からレモンかけ40、チョコかけ40、イチゴかけ40です。知るか、知らんわ。しかも中身入ってないし。イチゴとレモンとイチゴが入ってたようです。合計120個が。なんであそこで展開してぶつかってくるんだ、私の方に。配信的にはちょっと美味しいけど、いやいや美味しいけど。そう、バイクとか真正面からあれぶつかったら危なさそうですね。しかも後続車がいたら危ないし、とっさに避けたりすると。カラーどうなんですかね。あ、でもこれじゃ 見えんかな、道からは。これ誰も片付ける人いないですよね。お、敷島温泉ふれあいの家って店があるのかな。4キロ先、そう、焼きまんじゅう。焼きまんじゅう美味しかったですわ、配信的に。そう、配信的に美味しかったですね。ちょっと持ってる。まだまだ暖かいはず。まだ、あ、風よけできる場所だ。テレビ東京で組む流れ。よいしょ。ほら、ここ。
ここは車も絶対通らないから、ここでいいだろう。もう座りもせずにこの上で、うん、そう、道路交差点というか黄色いパトロールカーの仕事ですよね、ああいうのは。ですよね、ああいうのは言えてない。蛇は出るかも。まんじゅう、隙間です、隙間。おお、迫力すごいな、これ。ラップされると迫力増しますね、焼きまんじゅう。なんかすごい。まあ、とりあえずいただきましょうか。みたい、なんか照り焼きっぽく見えますよね。でもこれ多分味は皆さんが見た目から予想するような、串はあの外に刺してあります。これあのすごく量多いように見えるんですけど、中身はスカスカなんですよ。スカスカっていうかふわふわ。うん、これは上州名物なんで群馬名物と言っていいと思います。30分延長しました。ちょい待ち。みたらし系の味ですか。みたらし系よりももうちょっとあの味が甘い系かな。よっと、よいしょ。ちょっと癖をそれに乗せて。ただこれゴミとして何かあの何かに接触するとすぐ汚れそうですね。じゃあいただきましょうか。よっと。このカメラしてからピントの位置が気になるな。じゃあ今からいただきますね。ちょっと待ちよ。実はソースがかかっています。うん、ソース。道の右側の傾斜のきつい車道。あん入りの方から。いや、あんなしの方から行かなきゃダメだな。こっちが多分あんなし。みたらし団子っていうか、あの団子ほどな密度高くないんですよ。ほら、あのわかるかなこれ。パンみたいな感じなんですよ本当に。いただきます。あ、うん。うん。あ、昼飯これからなんですよ。これあれだ、荻野屋のに比べると結構あの醤油味の方が少し濃いですね。そう思ったより本当にこれ中のふわふわなパンみたいな感じなんですよ。本当にパン生地な感じ。マフィンほどしっかりもしてないかな。でもちょっともっちり。うん、もうまだセーフです。まだでもやっぱ日本は多いかな。うん、ここのはかなりみたらし系ですね。餅よりではないってことね。うん、餅ではないです。中身はあんなしの酒まんじゅうで、甘味噌が塗ってあるの。うん。炭水化物。そんな感じですね。初めて見ました。ただ焼いただけなのか。これ元の状態どういう状態なんでしょうかね。ふかしてあるのかな。うん。ここはこれに当たってトイレ、だからこんな感じ、こんなにでかく見えても、あんなしの方は二口でいけます。一個あたり。みたらしとは全く違うから、味は買ってないよ。みたらしとはだいぶ違いますね。ロボさんの日久しぶりです。あ、久しぶりにいらっしゃいました。夏は北海道にしようかなとも思ってるんですけどね。ただ、あの、青森県の内陸の方とか、あの、奥入瀬とか、あのあたり、去年行きそびれたんで、そこも候補なんですよね。で、瀬田石さん、お久しぶりです。うん、確かに口は結構汚れそうだな。うん、からっ風ってほど寒くはないですけど、風強いです今日は。で、じゃあ愛梨の方、あの孤独のグルメだとこっちの愛梨の方はなんだっけ、なんて表現されてたっけ。五平餅、あー、味付けは結構そっち方面ですね。あ、そうそう、複雑な甘さでしたっけ。ちょっと待ってください。孤独のグルメをですね、私はあのバラシでスキャンしてこの中入れてるんで、サイクル野郎じゃなくて、あの本体は全然違いますね。五平餅とはすごい甘さ、すごい甘さと言っていいでしたっけ。これは孤独のグルメレンタル中や、あったあった。さて、あん入りは無、これは思った通り複雑な甘さだ。いや、すごい甘さと言ってもいいって、すごい嫌そうな顔してる絵になってますね。北の方、そうですね。うん。東北と行きました。ああ、なるほど。うん。北海道渡ることも去年も考えたんですよね。おう。
なるほど、これは確かに複雑ですごい甘さですね。ん？スマホ？つまり、あの、なんていうかですね、みたらし系の甘さとあんこ系の甘さはベクトルが微妙に違うので、それぞれの甘さが別に感じられます。ロボさんも自炊するんですね。自炊、うん、家じゃ全然しないんですけどね。うん、これやっぱり確かにあんなしの方が焼きまんじゅうとして私は好きだな。車駐車してるのはどこ？あと昼ご飯前に食うもんじゃない、このあいにの方は。グルメ番組失格や。山の方に石器時代の。ああ、そうか、自炊、そうそう、書籍の自炊の方で、それ自炊します、私は。うん。やっぱりあんなしの方が、あの皮の美味しさが全然違いますね。あの皮の美味しさが引き立つ。でもこのあんも定番ってことは昔から人気あるってことですよね。いかな、これ昼ご飯2時か3時ぐらいしないと入りきらんな。それかあんりの方をちょっと残しとくかな。あれだ、あのビュースソフテルについてから皆さんに食べてもらうとか、それはそれちょっと問題あるかな。うん、大丈夫、全然しないです。料理の方は冷めたら大変なことに。冷めたことになるかな。麹の皮にはかすかに麹の香りとお酒の香りがするんだよ。いからく麹の、これはなんかあんまりわかんないですね。わら、ん、どっぽ、ほう。あと焼きまんじゅう単体楽しむ分にはあんなしの方が好きだな。あいぎの方が好きっていう人はどういう感想なんですかね。これまあ、いいか、休憩中です。もうペヤングでいいじゃない。中身は何も入ってないの、うん、焼き団子。あの、あんいりとあんなしがあって、あんなしの方は本当に中まであのパン生地みたいなのが入ってます。入ってるというか、あのふわふわです。団子じゃねえし、レンジでも自炊できるよ、うん、今は。そうなんです、団子とは一言も言ってないですよね、これ。俺も行くぞ。そうそう、あんいりが好きっていうのは混ざった甘さが好きってことかな。6饅頭。やばい、絶対これ昼ご飯入らなくなるから、やっぱりアイディア2個残そう。後でどっかで食べます。饅頭と団子って中身があるかないかの違い、うん、どう？饅頭、団子、ですね、饅頭は小麦粉系とかじゃないのかな。団子はもち米系ですよね、どちらかというと。米もち米。小麦だろ、わら。なんとですよね。よっ、ふう。あいにの方が思ったよりボリュームあった。団子は中身ないよ。な、中身が。確かに中身、あ、見たの入れるっていうのはないですね。ヘルメット脱がないのですか。脱ぐとまた、あの、あと、いろいろまた装着めんどくさいんで、いつもつけたままで。やるな。団子もまんじゅうもじゃないの。後付けでまたいちご大福風に。団子ともちって言いたかったのか、わら。ん？子供にわかりやすく言えば、もちとパンやケーキと同じ。ん？団子は米系なんだ。うん。私のイメージだと団子はもち米か、まあ、うるち米ですかね。上新粉ってのあれなんでしたっけ。あとコンビニで売ってる餅は、あの牛皮系もありますよ。牛皮系もありますよね。牛皮系もありますよね。じゃあ米系の饅頭もあるの、うん、名前に体の一部が入ってる。米系どうかな。上新粉も団子、餅も米でしょ。きび団子も上新粉も米でしたっけ。うん、こんだけ甘いもの食った後でもいちご食べられるな。そうですね、まんじゅうは基本的にあん入りますよね。ああ、まんじゅう食った後に食べられるいちごってすごいな。疲れてないけど自分は八太子が大好きです。ああ、八太子は何でしたっけ。ちょっとあの茶色がかったというか灰色がかったというか、黒いつぶつぶが混じってるような感じのあれですよね、八太子。私は八太子たっぷり食ったらなんか途中でふんざりしたことあるけど、あれ何でしたっけ。あれはそばでしたっけ。ん、じゃあ
そうそう、まんじゅう食った後で感じたんでかなり甘いなと思います。カルカンもいいですよね。あ、青麦ハッタイコって、中身があるなしで団子はまんじゅうの区別は間違い。中身があるなしか。私はあの米か小麦粉かってイメージですけどね。ゆべしはもち、なんだろうあれ、ゆべしは甘さが結構すごいですよね。美味しいんだけど、私は久留米ゆべしはなぜか裏磐梯で買ったことがある。あれはもともとどこのもんでしたっけ。ウイローか。ウイローもあのサイズがでかいんですよね。なんでウイローはあんなでかいんですか。いつも私は一人で食ってるから一人であんだけ食えないですよ。山形ですかあれって。こんにちは。カスタ丼はあれは、あれってカルカンでしたっけ。皮はなんか普通のスポンジっぽいやつじゃないんでしたっけ。福島か。あ、じゃあ だいたい合ってるな。三重の、私はウイローはなんか羊羹みたいなでかいサイズのイメージしかなくて。あとあのウイローってなんかスワマともちょっと似てますよね。原料的に同じなんだったっけ。スワマ、まずい。私はウイローもですね、そう、昼飯、私はウイローは嫌いじゃないけどそれほどでもないんですよね。なんていうか甘さも控えめで、なんていうのかな、主張する味がそれほど強くない感じがするんですよね。あれは甘さ控えめとかいうのよりはそういう味じゃないんですよね、もともと。あ、なんてなんて、ある米でしたっけ。じゃああれかな、あのもち米じゃない方か。カルカン鹿児島の方のあの名物のまんじゅうみたいな感じです。あの皮がですね、山芋が使ってある皮で、なんていうのかな、しっとりしていて 厚めで、なんていうか少しあの、なんていうのかな、スポンジ風でというか、あとが、カルカン難しいな、表現が。あれ、卵白とかも使ってあるんでしたっけ。すっきりポン。カルカンは山芋使ってるのが特徴でしたよね、原料的には。私、カルカン大好きです。カルカンうまいですね。青ヤギ？あ、それはウイローの味ですよね。抹茶とかコーヒーは。カルカンまんじゅうは鹿児島行った時何度か買ってます。福岡でも食べる機会あるんですけどね、何度か。大好きはフリスキー。フリスキー、聖火の昔の鳥の弦は何だったっけな。カルカンまんじゅうと十万石まんじゅうはちょっと似てる。カルカンまんじゅうと十万石まんじゅう、分かった、思い出しだったっけ。カルカン、カルカンの皮うまいですよね。フリッキーでしたっけ。動くもの多いから。あ、いつまにか赤城町に入ってる。店全然ないですね。まあいざとなったらまんじゅう食っとけばいいんで。今なんて薄皮まんじゅうよりも皮が少しある方が好きですね。薄皮まんじゅうってほとんど あんこ玉みたいな感じですよね。でもあの同じ あん主体といっても、あの金つば系はちょっと好きですね。薄皮あんぱんはなかなか好きですね。自転車乗りといったら薄皮あんぱんじゃないですか。あの無限のバリエーションがある薄皮あんぱん、たまにあんじゃなかったりするけど、クリームとかピーナッツバターとか。
自転車乗ってる時は定期的に撮らないとね。うん、定期的に。まあそれ言い訳にしながら撮ってるのもありますね。うん、YouTube がなんて。潰すと、ああなんかそういう、なんだっけ、ピーナッツクリームかな、バターというか。おお、じゃあ、あれは鳥じゃないか、看板か、あれは。ん、スカワは私はつぶあんこしあんでいうとつぶあん派ですね。あのサクッとした 歯応えが私は好きですね。何アベックトーストって知らない。何すかアベックトーストって。コシアン、アベック、あんこの種類がいっぱいありますよね。薄皮あんパンはウグイス、あれでも意外と頭の中に出てこないな。ラブヘラ多分秋田限定だと思います。コーヒークリームありましたね。桜あんもあったかな、確か。白あんもある。あ、白あんありますね。走りにくそうな意外と車通るな。コーヒークリームツバン以外、それ言ったらまたキノコタケノコローソーになるじゃないですか。アンマンは、なるほど。あ、ちょっとわかるな。ツバンのアンマンってないな。温泉まんじゅう。温泉まんじゅう。あ、言い切り、そうですね。断定すると。どちらとも取れるような、あの、曖昧な言い方でしのがないと。あ、下の方の道の方がもしかして車少ないのかな。あ、そういえば確か途中に、沼田っていう市街地があるはず。民家はそこそこある感じですけど、店ないですね。うん、地域によっては今どれだっけ。うん。ずんだはどうですかね。結構広まってるという感じはするけどな。でも私も初めて食ったのは、あの、仙台に旅行で行った時だったんで、案外食う機会ないのかな。初めて食った時は美味しくてびっくりしました。あまり美味しかったんで、あの、製品本体よりも高い送料で福岡の実家にあのチルド輸送してもらいました。チルド配送してもらいました。ずんだんは、そら豆、あれ、そら豆だっけ、枝豆か、枝豆のあんこなので、先入観があると抵抗あるかもしれないですね。枝豆は塩味な、そう塩味に慣れてる人だと抵抗あるかもしれないですね。私はそれでもうまかったです。見せないな。今は冷凍のずんだ餅売ってるよ。冷凍、ああ、そうですね。私が福岡にあの配送をお願いしたのも冷凍のやつでした。山形のずんだはダダちゃん豆使ってる。だからチルドじゃないのか。なんて冷凍。ん？山形の、あれ山形ずんだありましたっけ？山形に入ってずんだってあったっけ？ずんだをスカーパンはなかったかな。でも確かに食ったことないですね。うん。そう、ずんだ餅。コメリやりましたね。あ、コメリだ。
今私はコネリさんのコネリって言ったな。血糖値上がるからね。ってことはカレー食わなきゃいけないのか昼ご飯は。お腹減り好みできる状態じゃないよな。カレー屋さんが見つかるまで今日昼飯食わないとか言ったら。でもとりあえずあの簡単な指針はできたな。これでカレーがあったら迷わず食べよう。カレー系の何かがあったら。暇人は山形はそうですね。私が山形の上山のあたりで食ったのがすき焼き風で牛肉のやつでした。お、来る上り列車が来る。明日の昼もそもそも明日の昼はどのあたりにいるのかな。多分10時には少なくとも輪行で山越えて。あ、来た。あれなんだ、青い青くて四角い。宮崎の芋煮って豚なんだ。豚のとこあるみたいですね。あ、貨物列車かこれ。ブルーサンダー、ブルーサンダーだって書いてあった。金太郎でも桃太郎でもなく、桃太郎でもなくてブルーサンダーって書いてあった。ブルーサンダー号といったら桃岩荘ですが。あ、そういやなんかこの辺り調べてるときに、あ、今日はあの水上温泉だっけ、水上っていう町の水上駅ってところの近くの温泉地に泊まります。そこの輸送ステルにブルーサンダーでしたね。そう、確かこの辺りあの貨物のこの路線は貨物の方が多いみたいなこと書いてあったかな、どっかに。多いんだっての方が多いか、あるいはあの普通より多いのか。トムは乗ってた。トムはトムはなんだ、 TMR。 あ、そういや電車ですね、ここ汽車じゃないな。フレートライナーって今ないの。フレートライナー、トムレブ、あ、 TM レボリューションか。カグエに乗ってたっていうネタは何なんだろう。ブラックサンダー、ロイシャイダー聞いたことあるけど、なんだっけ。サンダー杉山、今日はどこから出発したの。今日は高崎駅から出てきました。今これ30キロぐらいかな。あ、電波いいですかね。 FMLE もう一遍やってみるかな。ヤクルトセンターだ。で、これ一遍やってみますかね。ヤクルトの電話番号が8960はなんとなくわかる。ヤクルト、ヤクルト、ヤクルト。ヤクルトってこういうのあるんですね。ヤクルト、ヤクルトラーメンって何だっけ。何ですかヤクルトラーメンって。ここもとセブンだね。セブンですかね。これ壁の模様が違い、どのコンビニとも違いますけどね。壁変えたのかな。なんかあの店構えはコンビニですよね。あ、確かにやってない感じですねこれは。サービスセンターだこれ。ダノンに買収されるなよ。ミニストップでね。今どうなんですかね、市場は。ヤクルトは人で人気です。ん？あー、聞こえた。ヤクルトレディ言うよ。ヤクルトレディが乗りそうな、あの、あれ電気自動車かな。あ、あれだ。セブンイレブンで回った、あの、横が革製のドアになってる、あの、小さい配送車。電気のやつ。電気式のやつだ。多分あれ同じモデルじゃないかな。セブンで見たやつと。セブンのはなんかライムグリーンの、カラーリングでしたけど、ここは白いやつだ。おっと、ヤクルト友情って何ですか。あとここ駅前ですよね、さっきホームが見えてたから。インド人、インド人って言ったらインド人の右にぐらいしか知らない。ネタとしてはこれが四季島駅。ヤクルトラーメンが上州屋食堂だ。食堂かな、どうしか見えないけど。あれやってるかな。あ、でも商店街みたいなのありますね、ここ。昼飯食える。ヤクルトを逆から読むと、ヤクルト商店街じゃないけど一応食堂がそこにある。上州屋食堂って書いてある。お食事どころ。定食屋来た。車は
3台止まってるけどやってるかどうか分かんないですね。ちょっと駅見てから休憩というかもうここで一旦放送止めて昼ご飯食ってこようと思います。カレーあるかな。お、最近若い人妻多い、若い人妻多いって一体どこの話をしてるんですか。日本全国だったらすごいことだけどな。日本全国若妻が今多いですっていうんだったら。でこの駅の中ですね、駅前だった。そうだ、もうFM試して行ったけど放送止めてしまってからまた再開かな。人がいたから自転車置いていこう。次の予約枠ですか。次の予約枠でやると思います。長い食堂にしとく。ちょっと一旦読み上げ切ってからの帰りますね。いいよっと。こんな券売機初めて見た。緊急切符。うん。やっぱり1時間1本ぐらいですね。じゃあちょっとあのそこの、あ、そこにもまんじゅう屋さんがある。長い食堂？赤城田舎まんじゅうってのもありますね。もうさすがにまんじゅうはいいけど。朝からまんじゅう、個数で言ったらもうこれで、1,2,3,4,5 個食ってるんだ。さっき焼きまんじゅう、あんいり1個とあんなし3個食べて、まあ3個っていうか、あの、玉ですね。ゆでまんじゅう？いやいや、昼ご飯美味しく食べたいので、とりあえずそこの食堂やってるかどうか見て、やってたら放送止めて飯食ってきます。昼飯写真をツイッターであげるので。チョコ麺が出てきてるな。もう放送してると美味しくないの。放送してると、まあ放送対応が大変っていうのもあるし、店の中だとなんか気遣って落ち着いて食えないっていうのもあるんで、本当はその飯食うところは配信的には盛り上がるところなんですけどね。盛り上がるのを捨ててでもゆっくり食いたい。ああどうかな。長い食堂ってこの辺りにあるんですか。一応検索してみるか。じゃあそう、値段もわかんないですねこの感じだと。長い食堂、庄内定食、駅前食堂ですけど、どうなんですかねこの感じは。確かに高級そうにも見える。中にはどういう字の長い食堂。じゃあメニューも、あの、いやツイッターでメニューもあれかな、値段がどうとかいう話題にもされかねないし。長い食堂は赤城さんの方にある。もつ煮さん、もつ煮か。ああもつか、もつちょっと苦手なんですよね。まだ結構先ですね。うん、やっぱりここで振っていきます。群馬と秋田か。地元系、あのメニューも何にも表出てないんで、くまされて、何に腹立ててるんですか。まあやってなかったら続き走るんで、まずやってるかどうか聞いてこよう。でやってたら飯食うために止めます。ちょっとまた。入ってすぐに、定食って言ってほしい。カレーありなので飯食ってきます。よっと。ラーメンとかうどんとかカレーとかの、まあ一般的な食堂ですね。やったね。カレーあるよ。でもカレー食うかどうかまだ決心つかないな。あ、雲が。うん、じゃあ一旦ここで止めて飯食ってきます。
次はこの時間だから1時半か2時ですね。次始めるのは年のものあればだけど、あんまりそういうのはなさそうだったな。じゃあ行ってきます。ではまた午後に、もう午後だけど、それでは行ってきます。じゃあ GoPro も一応それに音だけ合わせて終了します。